きっとみんなも私と同じ気持ちだと思う。すごく、すごく楽しみ。このゲームは何と言っても、そう、世の中を変えた。私がちょっとね、担当させてもらう部分っていうのはほんの少しなんですけど、関われるっていうのがすごい嬉しくって、本当に光栄だなと思いました。私はそのカメオ出演でクリスティーナ・リッチさんが出演されるっていうところで、そこのパートの部分をやらせてもらいました。なんかもうでもやっぱりその一瞬で映像が出来上がっているので、それを見せられるとその世界にちょっと引き込まれてしまうってところがありましたね。早く全部見たいって思います。もちろんアクションもすごく見ものではあったんだけど、やっぱりその設定が何が虚像で何が真実の世界なのかってすごく問いかけられたような気がしていて、実際私たちも今のこの世の中っていうのを現実として捉えて生きているけど、違うかもしれないって思わせてくれるような、そういうすごいスケールが壮大な世界だなと思ったし、そういうなんか私も夢をたくさん見るんですけど、もしかしたら夢の世界が現実かもって、なんかその映画の影響で思うようになりましたからね。ものすごくジェントルマンで、以前その映画で共演させていただいた時は日本語でお手紙を書いてくださって、よろしくお願いしますみたいな、もう本当涙が出るぐらい感動しましたね。もうナチュラリストというか、もう飾るとかそういうことでもそのままいらっしゃるっていう感じでしたね。期待は膨らんでしまいますけれども、だから多分なんかどれが本当に現実ですかって吸い込まれてしまうような作品になってるんじゃないかなって思います。ただでもやっぱりそのアクションとか見せ方が素晴らしいので、そういうふうになんかすごく難しいこと取り扱ってるとは思うんだけど、それだけでなくて見やすさもあったんで、そういうスケールも楽しみにしてます。We can't see it, but we're all trapped inside these strange repeating loops. Billions of people just living out their lives, oblivious. But this is the moment for you to show us what is real.Remember this. So deja vu. And yet it's obviously all wrong. Maybe this isn't the story we think it is. They taught you good. Made you believe their world was all you deserved. But some part of you knew that was a lie.Some part of you remembered what was real. It's so easy to forget how much noise the Matrix pumps into your head. Something else makes the same kind of noise. War.
still no kung fu.